突撃インタビュー、はい、はい、今日はですね上村幹事に突撃インタビュー、はい、ということで上村さん今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。早速なんですけどね、お名前とですね、はい、会社名、はい、よろしくお願いします、はい、名前は上村光雄、はい、気を上げる方じゃなくて上下の方ですけどね、はい、光る男です。光る男、あんまり光ってないです、ね、うん、いいお名前ですね。はい、もう名前だけは最高のをつけたって親が言ってましたね。そういう、あ、うん、光る男、名前負けしそうですね。いやいやいや、もう本当にその通りになっておりますが、はい、ありがとうございます。はい、会社はどんな、会社はですね、はい、四国魔法瓶株式会社として今年がちょうど、ね、60周年になりました。60年ですか。はい、そうなんです。この間四国新聞社が来てからなんか取材して、はい、先週ちょっとなんか載せてくれたんですけれども、はい、もうなんと60年、その中で私もう50年担当したんですよ、これね。まあ年が分かってしまうけどね、うん、あ、10年がお父様が、そうですね、いや親父はやってるけど私が入ってやりだしたのがちょうど昭和45年頃で、あれからもう50、一番先代はお父様が作られて、そう、37年ですね。37年、はい、私37年生まれです。じゃああなたと一緒じゃないですか。恐怖の60歳恐怖の60歳です、ね、還暦でございます。還暦ですね。会社も還暦ですね。じゃあそうですね、はい、そういうのでちょっとねこの間取材を受けまして、はい、まあ、いろいろと会社のことをおしゃべりました。あ、おめでとうございます。いや、ありがとうございます。60年といえばなかなかね、本当に歴史っていうのは、ね、あっという間の60年ですね。もうほんまびっくりしますね。へえ、はい、その中で50年間上村さんがその会社で、はい、まあ私が全部やってるわけじゃないんですけど、その時から入社してからね伝わったということでね、今ちょうど50年、それでちょうど50年目の年というのが、まあ今年というか去年、一昨年に私もう代替わりしましてね、はい、会社と言われましたけど、会社が四国魔法瓶株式会社という、はい、皆さんがよく魔法瓶ってこう聞いてくれるんですよね。なんかこういう名前がついてる会社って珍しいみたいですね。魔法瓶で、この魔法瓶、この魔法瓶ですね、ね、はい、この魔法瓶がついてる、はい、魔法瓶何やっとんですか、はい、言ったら、私はいつもガラスの瓶を全身全霊で、炙りながらこう膨らすと瓶を作るわけですね。で、今度外側の瓶を作って中側の瓶を作って間を真空にするという、はい、吸い込んで真空にする魔法の瓶を作ったんだと言ったら、みんな本気にしましてね。いや、マジで本気にしました、今。そんなことはやっておりません。あ、やってないんですね。無印なんかの代理店してますので、うん、メーカーが作った商品を売らせていただいているというのが私どもの仕事なんです。あ、もともとは、はい、もともと 今もそうなんですけども、はい、その代理店をされているという。そうですね、問屋、特に問屋ですね。はい、魔法瓶の修理屋さんというのから最初昭和37年始まって、すぐそれから数年後に、まあ、卸売りが始まったんですけどね、はい、もうそういう関係の日用品関連ですね、調理家電っていうのが多いんですよ、はい、ポットとかジャーとかホットプレートとかね、うん、そういうのを中心に最近、まあ、エアコンとか、はい、テレビショッピング関連商品とかね、うんうんうん、かなり商品の幅が広がって、もうちょっと名前が最近もう魔法瓶だけでないわけですね。そうなんですよ、もうね、逆に魔法瓶より他のものが多くなってますね、はい、だからまあ新しい会社も作りましてね、はい、魔法瓶っていうのはもううちの、まあ、そのメインの会社なんですけど、魔法瓶の 100% 出資の会社っていうのが株式会社 TVC というね、 TVC、はいはい、テレビショッピング関連の商品を販売するTV ショップ四国コーポレーションっていう名前ですよね、はい、正式名は株式会社 TVC という名前でインターネット販売を始めてます。インターネット販売一緒に並行して、まあ、はい、介護関係の仕事ですね、そういったのをやらせていただいてます。介護もされてるんですか。はい、ちょうどね、これも話しは長くなるんですけど、私どものお得意先が非常にもう長いことやってる時が多いんで、はい、高齢化されてね、あとまあまあ、一生懸命戦前戦後やられた、例えば電気屋さんなんかが一生懸命やられたんだけど、介護保険料払いながら介護なんたるかはほとんど、まあ、知っていないというか、まあ、やってる方にね、介護ってこういう介護保険があって、これを使うといろんなものを助けていただけるんですよということを紹介するような仕事から始まったんですけどね。あ、そうですか、はい、だからそういう流れで、まあ、魔法瓶の卸屋という得意先をずっと未来永劫を続けていくために、
あの贈答品であったり、はい、あのギフト商品ですね。僕が割と知ってるのはそちらの方を知ってるんですけど、はい、メローハウスというお店作ったんですけどね、はい、うん、それからその介護関連ですね、介護もやりました、はい、それと一緒に並行して、まあ、インターネット販売もやりましたし、それから、まあ、中国とかそういったところから商品を輸入する、輸入して作って、はい、まあ、製造販売ですね、はい、そういったこともいろいろ失敗談がたくさんありましたけどね、そういったのをやっていきました。あ、多岐にわたって、はい、そうですね、はい、またね、はい、別の機会にね、そういったものをもっともっと深掘りしたいと思うんですけどね、はい、ね、まあ、倫理のお話ですもんね、はいはい、そうしたらちょっと個人的なものなんですけれども、はい、ご趣味、はい、っていうことなんですけれども、はい、まあ、いろんな趣味お聞きしてますが、はい、はい、私は一番ね、代表的な趣味を、もともとの趣味っていうのはね、昭和52年ですね、ちょうど結婚した年なんですけどね、はい、今からだから結婚しても44年になるんですよ。あ、こちらもなんか44とか50とか60とか、ね、はい、なんかゾロ目がとかね、区切り多いですね。まあ、から結婚した当時にたまたま知り合いましてね、50になりまして、はい、その人が西日本マイコンセンターというあのコンピューターの走りなんですよね。マイコン、はい、はい、マイコンと呼んでた、はい、パソコンじゃないんですよね、はい、マイコンですね。そのマイコンセンターに出入りするようになってもうどっぷりハマりましてね、はい、まあ、パソコンが趣味になったんですけどね、まあ、その関係があって会社の、まあ、コンピューター化も早かったし、はい、それからそのインターネット事業なんかも興味があったんでね、うん、まあ、いとも簡単にというよりも抵抗なしにするとか、ご自身がね趣味でされてたからね、そう、趣味の世界だったんですよね、まあ、それがもう最近趣味をだったら、あ、もう、あの、早朝の散歩とかね、はい、それから今農業事業とかそういったのがもうほとんどそちらの方が趣味になってきてますね、はい、もう息子ができた年からですけども、また、40年近い37、8年朝の早朝散歩っていうのを行ったんですよ、ね、それがもう素晴らしいですね。朝の散歩は趣味ですね、私ね、はい、うん、それ楽しいですよ。はい、わかりました、はい、まあね、ガヤガヤしてるんで声をボーンとこちらの方に向けて、あ、あっち向かってですか、はい、言っていただいたら、ね、いい感じで、なかなかね、はい、邪魔されますんで、はい、ガイアの音にですね、負けないように、はい、負けないように、まあ、あなたの顔は大丈夫ですね、自分で押しのけて言ってますから、はい、はい、それで、まあ、そういったあの50年の就業の中でですね、はい、倫理との出会いがあってこちらに来たと思うんですけれども、はいはいはい、その出会いのあたりをちょっとお聞かせいただきたいんですけど、そうですね、これもちょうど多分ね、ちょっとこの間調べてみたときに見たら、なんと9年目ぐらいになってるみたいなんですけどね、はいはい、ちょうど私その当時に、まあ、別の他の他団体がありましてね、そういったところに入っとったんですよ、はい、そこで、まあ、臨時で普及拡大みたいなの、はい、増強委員会どの会もありますよね、お前はそこの委員長だという感じでね、はい、うまいこと乗せられてやっちゃって、はい、やってたんですよね、はい、そしてその時の、まあ、ターゲットになったのが生駒先生なんですよね、生駒先生、生駒学ぶ会計事務所の、はい、彼と非常に、まあ、親交が深いんですよね、はい、昔の商工会議所時代からね、はい、伺って彼に入れようということを言ったんですよ、ね、一生懸命言って生駒先生お願いします、こんないい会があるんですよ、どうぞって入ったら、はい、ああ皆さんいい会ですね、うん、でもそれよりもね、もっといい会があるんですよということでね引っ張ってこられてしまったんですよ私なんとそのこの会に入る前にね、はい、いろんなところでたくさんリストに倫理引っ張られたんですよね。あ、でも、うん、私ねずっとね、ああそうなんですか言いながらね行ってないんですよ、ちょっとね、はい、あれがあったんですよね、はい、少しなんかすごいじゃないですか、はい、ね、あれがあったんでほとんど行けてなかったのが、はい、なんとまあそういう出会いですね、生駒先生と長い付き合いの中で行ったらスルッと入ってしまいましてね、連れてこられて、ほいで、うん、まあ、入ったらどういう感じで上田さんにぴったりよとか言われてね、はい、ほいで入ってしまったんですよ、うんうんうん、で彼は私を住める会に入らないんですよね困った人でしょ、僕に言うミイラ取りがね、ミイラになっちゃってしまって、ね、まあ、そのおかげで今この今そういう形になってますね。あ、そうですか、はい、で割とのめり込みやすいんでね、入ってちょうどもう1年の時にね、またこれうまいことあなたみたいな元気な人が言いましてね皆さん普及拡大やってください、一番難しいんですねあれね、あの当時委員長されてましたね、もう委員長になってこうやり僕らの委員長させていただきました、そうそう、ね、一生懸命やる、はい、だからあの頃からどっぷり入った勢いでね、はいはい、なんと倫理の中で一番メインになってる富士研修に、ね、はいはいはい、はい、まあ、入ってすぐにこの富士研に行くなんてね、会費出しお金出しいただいてね、なんか結構高額なんですよね、はい、
厚かましくも行ってきましてね、はい、あれでこの倫理観が変わりましたね。やっぱり富士県で割とターニングポイントだったんですか。もともとかなりノリでその普及拡大やっとって、その後ですぐ臨時富士県に行ってね、はい、滝に打たれね、いろいろ、はいはい、いろんなことをねこう来るんですよね。人生をこう考えさせられる時間がね、はい、たっぷり2泊3日でありまして、うんうんうん、でその時にまあこれは私にぴったりの回だなというまさしく倫理に目覚めた瞬間だったように思いますね。まあ、その流れで申し上げますとね、はい、入会して学んだこと、はい、よかったこと、はい、このあたりもお聞きしたいと思うんですけれども、そうですね、はい、あの時にやっぱり倫理の中で目標をですね、うん、倫理の富士研修の中で、まあ、今回学んだことでこれを目標にしようというようなことをこうなんか書きますよね、はいはい、それがまあほとんど、まあ、達成できましてね、ちょうど私はあの時にね仕事の中でも会社で社員を教育していくとかね、社員と一緒になってやっていうのは、まあ、難しいんですよね、割とビジネスやってて、今日のテーマでもありました、その人との関わりとかね、コミュニケーションというのが、はい、皆さんも一緒だと思いますけど、非常に、まあ大変なんですよね、はい、それがやっぱりその時に私は、まあ、リーダーを作るんだというね、次期の後継者を作るということを後継者言われてましたね、もう入ってすぐそういうのを、まあ、思ってましたんでね、うんだから社内でももう一応その後継者ということで、はい、後継者を一生懸命作ってというね、うん、次の時代を担う、ねはい、人に頑張ってもらうためのいろんなことをしてきました。それはもう倫理のおかげですね。あものすごく滝が効きましたよね。すごい脳天直下でね、2月のね寒い時にね、はい、雪が降ってるような時にね、頭の上から流木でも追ってくるんじゃないかなって怖い中でこう耐えてね、はい、もう体が凍りつきなところで、まあ、目覚めましたね、こうね。まあ、そのあたりでも息子様がちゃんと継がれて、そうですね、その時のまあリーダーの中でまあトップリーダーですね、息子もリーダーですし、はい、それからまああと若い人が今もう8人ぐらい若い人がね頑張ってやってくれてるんですけど、ね、よかったですね。その人たちも将来は本当に会社を引っ張っていく、ね、社長の一番大事な仕事ですよね。そうなんです。後継者をちゃんと育てて譲っていくというか、いろんな部署を作ったんですけど、私は、うん、言うチームリーダーという名前ですね、うん、もう社長と一緒だというね、そのチームリーダーがもう全体のその自分の持っているその部署ですね、はい、まあ、ギフトでやろうと介護でやろうとね、今農業もやってますんで ね、 そ う、 ですね、そういうところを頑張ってやってもらうというね、そういう人を育てるということで、ね、はい、そういう時に学んで、はい、それを、まあ、文章にして、それに向かってやってきたのが、まあ、それがちょうどおととしの時に、まあ、代表者交代でね、ちょうど今60周年と言いましたけども、その当時のキャッチフレーズがプレー60年みたいな形で、ね、やらせていただきました。でちょうどもうね、神がかり的なこともして、はい、この会の祖母さんですかね、はい、これはやらにかんというようなことでね、教えていただいて、やっぱりけじめ、ね、けじめですね、本当にけじめですね。で、まあ、みんながピシッと引き締まった瞬間だったと思いますね。はい、はい、ありがとうございます、はい、それの時にいろいろまた懐かしい私の父親の代の話とかね、はい、そういうことを一生懸命こう喋ったのを皆さん真剣に聞いていただいてね、ここにちょうどいい機会をうまくこの倫理を絡めながらね、はい、やってくれたのは非常に良かったと思いますね。はい、はい、それじゃあ、もう最後の方になるんですけど、はい、将来の夢なんですけど、はい、まあ、いろいろ後継者もお渡しできたし、はい、いろいろあると思うんですが、はい、このあたりの将来の夢っていうのをお聞かせていただけないですか。これはですね、はい、私社長はまあ息子に渡して代表権を、はい、私は代表権を持たない、まあ、取締役、会長という位置づけであるんでね、ほとんどもう会社行かなくてもいいような仕事はあんまりやらないような状態になってきたんですけどね、なんとその時にまた新しい会社を作っちゃったので、ね、また魔法瓶の子会社でね、株式会社 UMF というんですよね、はい、それがまあ私のこれ残された仕事のね、まだ社員はいないんですけどね、社員は実もやっていただいたのは農業関係の一人だけなんですけど、ユニバーサルメロフィールドというね、なんか横文字のかっこいい名前なんですよね、はい、先ほど言ったのは株式会社 TVC、はい、株式会社 UMF という、ね、はははは魔法瓶に子会社が2つできたわけですね。おう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 、この UMF というのは一体何かというと、ユニバーサルメロフィールドの F ね、これはファーム、農業ですね、はいはい、ファーム
3F というんですけどね、ファーム、それからフィッシャー、はい、魚ですね、漁業ですね、はい、それからフォーレスト、はい、林業ですね、はい、だから農林水産業といわれるこの一次産業をやろうと。で、私はもう一生懸命そっちの方に今すごいですね、ハマってきます。もう楽しくて面白くてね、最高ですね、本当にね。まあ、それあたりもね、またいろいろとね、はい、あのまた機会があれば、これからお勉強されて行かれて、まあ、実際にね、やられてると思うんですけど、はいはい、まあ、この倫理で学んだことがいろいろ役立ちます、本当にね。本当にこれは、まあ、これからの人に言いたいことですけど、やっぱり特にこういう私も出会いですね、先ほど言った生駒先生との出会いで、もともとそういう気がなかった人が入ったのが、こんなに友達がたくさんできてね、こんなにいろいろ協力してくれる人がいてて、いろんなアイデアを与えていただいたり、いろんなその出会いの中で、どんどん進んでいってるわけですよね、はい、だから、まあ、友達の友達はまた友達だみたいな、どっかで聞きましたね、そのフレーズ、ありましたよね、はい、もうそんな感じでね、はい、今お付き合いしてる人はもう最初の紹介した人なんか遥か彼方の方なんですよね確かに、この間ね、一つ面白い言葉あれ、これちょっと一つだけ、はい、今度は最後にお願いできますか、はい、知人という言葉なんですよね、知人、知人、はい、貴重な人と書くんですよね、貴重な人、貴重、はい、いいですね、はい、貴重な人、はい、貴人って、貴人って一体何だろう、聞き換えでも変な人じゃないですよ、貴人、貴重な人ですね、はい、この人はね、ある人が私を誰かに紹介するというそのつなぐ役目をしている人が世の中にたくさんいるんですよね、はいはい、その人とは、まあ、変な言い方ですけど、ほとんどお付き合いがならないかもわからん、うんうんうんね、まあ、言うたら仲が悪いかもわからない、うんね、全然もうそれも何も合わない人かもわからないけど、そういう人と出会って、その人がまた次の人を紹介してくれたり、あるいはその時にいた人がつながっていく場合がある、はいはいはい、まあ、まあ大体ほとんどの人が大好きなんだけどね、うん、まあ、そういうふうな、あんまり好きじゃないなという人でも、まあ、その人と話する中でその次の人をご紹介していただいて、それが私と次の人をつながる、私の大切な人をつながる貴重な人と書いてある貴人なんですよ。これを聞いた時にね、すごい、あ、すごい言葉だなと思ったね。こんな人でもどういう方でもその人が役割を持ってるんですよね。私もまたそういうことで誰か次の人につないでいってるかもからね。やっぱりこのこういうとこ A と B があってもつなぎ役がなかったらね、その絶対出会わない人をその、うん、まあ、その人貴人という人がつないでくれたんですね。でこの人もしかしたらもうずっと永遠にお付き合いないかもわからんけど、この人いなくちゃこの今ものすごく大切な、まあ、例えばあなたと、はい、あなたとのお付き合いは永遠にないんです。よくありますよね。あ、ちょっとちょっとおいで、そうそうそう、紹介するおいで、この人とはほとんど面識ない、面識ほとんどないし、お付き合いもずっとないかもわからん、永遠にないかもわからん、ね、でそこの名刺交換したのが縁で、縁でつながるんですよね。でその人がまた次の人をつないでいって、はい、それがもう一生のすごい友人になったりね、自分の事業の中でものすごく頼りになる人になったりいうことでね、それはもう最近痛切に感じますね。その基人という人がたくさんいるんですよね。確かにね、うん、僕上村さんともあの他の会ではね、はい、ずっと大先輩でございますけれども、はい、お会いしたことないんですよね。あ、そうですねもうあの会費会員と言われてる会たくさんありましたね。でも倫理に入って初めてお会いして、 そのそれこそ普及拡大の下の副委員長でさせていただいた関係で、はいはい、まあ、ずっと親しくさせていただくようになったんですけど、本当に、ね、本当に書面上では出会ってるんだけども、うんうん、本当の出会いではなかったですね、うん、そうですね、はい、でもまさかこういうふうなお付き合いになるとはね思ってないですけどね、はい、まあ、いろんな形で今お付き合いしてる、ね、そうですね、出会いって不思議ですね、不思議ですね。で特に今この、ま、年齢ね、年齢になってお付き合いする人がリタイアした人が多いんですよ。あ、でその人たちもほとんどあんまり付き合いなかってね、私は本当は若いね、ピチピチした人でしたらエネルギーいただけるじゃないですか、はい、ね、パワフルにね、はい、私も出すけど、まあ、いただける若い人のエネルギーが多いから、はい、そういう人とお付き合いしたいんだけど、はい、最近まあその同じようなリタイアした人との付き合いが多くなってね、マクドナルドに行って100円コーヒーで3時間時間潰すようなねことが大好きな人間にもなってまあそれもいいじゃないですか、ね、いやいいんですよ、これ、ね、そういうお付き合いがあったりね。だから昨日も実はあるお店でね、ずっと、はい、今日この話聞いとるにもかかわらずね、はい、もう10人近くまでのお店になって帰ったらねもう寝たのが1時頃やって、これ4時に起きてくるのは大変なことだったんですよね、はい、いやあなたの顔を思い浮かべただけでなんとか頑張らなくちゃ、ね、ありがとうございます、行ってきました今日はね、どうもありがとうございます、はい、じゃあこれで一応ね、はい、
割と長時間になってしまったんですけどね。失礼いたしました。余計なことされてました。本当にあの上野さんの楽しい、はい、お話がね、はい、もう時間忘れるぐらいパッと行ってしまったんで、また機会があればね、はい、また呼んでください。もっと深いところね、はい、会社の今さっきお話できなかったこと、はい、これちょっとお話しまた聞きたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。またどこかでお会いしましょう。はい、それでは、はい、さようなら。さようなら。